UX デザイナーとプロダクトマネージャーにはそれぞれ異なる、そして共通の注目分野があります。インフォメーションアーキテクチャ、サイトマップ、インタラクティブ設計、プロトタイプ作成、ビジュアルデザイン、UI のスケッチ、可用性テスト、ユーザー予定マッピング、優先順位付け、ビジネスモデリング、データ解析、ステークホルダーの投入、スコープ計画、製品市場照合度、ロードマップの作成、KPI モニター、ユーザースタディ、ワイヤーブロックズ、ユーザーストーリー、キャラクター、競合他社の分析。